シドフジオは、日本のフランス料理人。吉田茂が首相を務めていた際に、官邸料理人の任につき、吉田茂の料理番、日本のフレンチの草分け、フレンチの先駆者、ムッシュシドとも称される。香川県三本松町にて、上田絵門、かつ、夫妻の間の八人兄弟の末っ子に生まれる。生後感もなく、シドシゲ太郎、マザ夫妻の三男として、養子となる。 三本松神城高等小学校を卒業後、義理の叔父が経営する神戸市の西洋料理屋、西洋圏へ住み込みで働く。4年以上勤めた後、先輩や友人の勧めでいくつか働き先を移り歩いた後、1921年に京都市の万葉圏に就職する。万葉圏の料理長は、秋山徳造の一番弟子である今川金松であった。 今川の仕事ぶりに感銘を受け、日本優先所有のカトリマルの料理人となる。ロンドンへ船が着くと脱線し、ピカデリーホテルへ行くがそこの料理に失望。不法入国で逮捕され、日本に強制送還されるが、船がマルセイユへ寄港した際に、再び脱走し、パリの日本食レストラン、常盤に、就職、並行して、コルドンブルー料理学校に通う。オテルドゥ、クリヨン。 ルムーリスなどで修行を続ける。茂光葵、吉田茂の地狂を終え、1941年に閉鎖されるまでイギリスの在英国日本国大使館の料理長を務める。日本に帰国後、日動グリルの料理長を務め、本土防火令を創作したことで一躍有名になる。戦時中は、岡山に疎開していたが、戦後、吉田茂に促されて、上京。 1956年にレストラン、花の木の料理長となる。その後、官邸料理人、名存、指導、四季の料理長を務める。名存指導は、高峰秀子と松山善造が挙式の際に披露宴を開催したことでも知られる。四季で料理長を務めていた際に、3年ほど、坂井博之が弟子となっており、坂井は料理人としての自分に、 大きな影響を与えた三人の人物の一人に、シドの名前を挙げている。式でのシドは朝は誰よりも早く厨房に入り、夜は、酒井らを返した後も厨房に残り、店のすべてに目を行き届かせるという、料理同様、完璧主義の人だったと、酒井は語っている。1972年、フランス料理アカデミー賞を受賞。ありがとうございます。